でジャベリンの写真出ますかね、あのこの、うんうん、あのこのひげ生やした兵隊さんが持ってるのがジャベリンという対戦車ミサイルで、まあ多分これを今ご覧になってる方の中には僕よりはるかによく知ってる人も多そうな気もするんですけど、まあ、この肩に担いで撃つミサイルですよね。これを持って戦い抜いて、そしたら面白いことに、あのあれ出ますか、聖ジャベリンの写真出ますかね。これはですね、半ばこうなんていうか、こうウクライナのナショナルシンボル見たくなってるんですね。これあの団地の壁にこう聖女がジャベリンを、キリストの代わりにジャベリンを抱いてるっていうやつなんですけど、これね、旧ソ連圏に行くとよくね、団地の壁にいろんなもの書いてあるんですよ。でその国とかその町にとって一番大事なシンボルが団地の壁に書かれる。最近だとロシアだとその第二次世界大戦の時の英雄の写真が書かれたりとか、あとそのなんだろう、あの空軍の、なんですかね、こう飛行訓練センターのある町の団地というか、感謝の壁になんかそのパイロットたち あの英雄像がこう群像として書かれたりとか、要するにその国とか町にとってのシンボルなんだけど、今ウクライナでは団地の壁に書かれてるのは聖女ジャベリンなんですよ。これって普通の人の手で書けないじゃないですか、うん、そのちゃんと足場立てて、はい、書かないと書けないでしょ。これね、どうやるかっていうと、僕もね気になったんですけど、一回ねロシアを、うん、あの旅してる時にたまたま書いてる場面見たことがあるんですけど、要するにこれ、ね、プロジェクションマッピングじゃないんですけど、うん、こういうなんかあの光線を当てて、うんうん、型紙をこういうふうにガーッと拡大するんですよ、うんうん、でまずそれに沿ってこうやって線を引いていって、でそういう線を引く作業を繰り返して最後色を塗っていくと、うん、あ、じゃあ足場とか立ててない、うん、もしかして、あ、本当ね、上からこうゴンドラみたいなやつでやったりとか、うん、あとあのこれよく見るとあのジャベリン様 あの頭の周りがちょっとこう薄く丸くなってますよね、うん、はい、であれ多分これから本当はこの五光が差してくるんで、五光の部分をこれから描くとこなんだと思うんですよ。その下塗りだけしてあるとかっていう、うん、それはこれまだ描いてる最中なんだと思うんですけど、うん、まあなんかこういう風になってくる。だからやっぱこれはまあね、ウクライナ人としても士気も上がるし、うん、あの実際上 その準軍事的な意味もあるし、やっぱ本当そのいろんな意味で最初の1ヶ月っていうのが本当に重要だったんだろうなというのが私は思いますね、はい、あとあれですよね、うん、あのこのキエフ の、まあですね、北側からあのベラルーシ側から攻めてきて、キエフの西側を狙った連中、途中であのダムで阻止されてるんですよね。反乱が起こって、うん、そう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 、ダムを自ら、だからみんな勘違いしてるんですよ、根本的な奇襲と速度が全ての作戦だった、うん、中立でなければならないって建前になってると思う。